はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今日はまたね、最後にコクシボリですね。この最後のコクシボリの、オレンジ味ということで、これが果汁が 37% と高く、アルコール度数が逆に低くなってますね。アルコール度数 4%。まあ、果汁が多くなった分低くなったのか。オレンジ新石酒使用。果皮を漬け込んだお酒にたっぷりの果汁を合わせ、オレンジ本来の旨味と甘みを引き出しました。一手間のこだわりによる風味豊かなコクをお楽しみください。サントリーです。缶を反対にしてと。よし、じゃあ飲んでいきましょう。そうだ。原材料名がオレンジとスピリッツとオレンジ新石酒と糖類と酸味料と香料と炭酸ガス含有となってます。まあオレンジですからね。これが普通のチューハイだったとしたらオレンジとウォッカなんで、スクリュードライバーというね、カクテルみたいな感じなんでしょうか。多分そんな感じなんだろうな。乾杯。なんか甘くないな。甘くない。なんかオレンジの甘さっていうのが、なんかほとんどない。なんか薄い、なんかオレンジジュース。オレンジジュースをなんか水で割ったような感じ。の味の、なんか、オレンジジュースって普通に飲むと甘いけど、全然甘くない。で、別にコクもなんか大してない気がする。あ、そうそう。今日コメントでいただいたんですが、タガラの缶チューハイを飲んで、あまりのうまさにびっくりしたみたいなコメントがあって、ね、いやー、ね、確かにね、タガラ缶チューハイはね、そこいらのね、缶チューハイと全然味違うからね。それはわかるわ。もうね、結局ね、何が違うかっていうと、大体の、一般的な、まあ、9割ぐらいかな、のチューハイっていうのは、大体ウォッカを使ってるんですよね。原材料にね。まあ、これはスピリッツって書いてあるけど、まあ、多分ウォッカみたいなもんだろう。うん。だけど、缶チューハイレモンとか、タカラの缶チューハイは、焼酎使ってますし、しかもその焼酎が、11種類の樽貯蔵熟成酒ですから、もう味がね、全然違う。うん。まあ、それがうまいと感じたら、これですよ。宝焼酎のこのジンをね、これが入ってるんですよね。この厳選樽貯蔵熟成酒っていうのが、その、缶チューハイには入ってるんですけど、これを、まあ、適当に割って飲んだりすると、まあ、自作のチューハイ作って飲むと美味しいかもしれない。ね。アルコール度数も低いんで、これ微妙ですね。味もなんか薄いし。果汁が 37% って高い割に全然高さを感じないね。
にうまくねえな。所詮、サントリーのパクリ商品だったと。コク絞りと。やっぱ本絞りの方が多分うまいよ。おそらく。というか、だから結局のところ、こういうチューハイっていうのはさ、果汁が 37% でしょ？で、アルコール度数 4% なわけだ。ということは合計で 41% なわけだ。ということは残りの 59% はどこへ行ったのかというと、それはほぼ炭酸水なんですよね。炭酸水で割られてるんで、まあ薄くなるのは当たり前。だからそれをいかに、ね、普通のチューハイとかだと、まあ、糖類とか、香料とかでカバーするんですよね。だけど、このコク絞りに至っては、香料とかが含まれてるはずなんだけど、糖類も含まれてるんだけど、全然甘くないし、香りもなんか別に大したことないんだよね。で、オレンジ新石臭を使ってるって書いてあるけど、別に新石臭使って、あ、そうですかって。あ、なんか新石臭だからうまいのかと思いきや別に、何にも大したことないという。果実の、果皮の香りや果実の旨味を閉じ込めた果実新石臭って書いてあるんだけど、香りも別に大したことないし、旨味も別にないしで、一体新石種とは何だったのかという感じですよね。本当に何のことやら全くわからんわって。いう感じ。飲んだ感じ。ただ薄いオレンジのチューハイみたいな。なんか、微妙だよね。てか、大体オレンジってさ、なんか、オレンジのチューハイって、実際あんまないでしょ？レモンとかグレープフルーツとかはあるんだけど、オレンジって実はあんまりないんですよね。それは多分、オレンジが、ちょっと味がね、おそらく薄いんだと思うね。全体的に。レモンとかはすごい強烈な味するし、グレープフルーツも、オレンジに良かは確実に濃いんですよ、味が。だから、オレンジのチューハイって、やっぱりちょっと微妙なんじゃないって。少なくとも、まあ、カクテルで、ほら、スクリュードライバーってさっき言ったけど、いわゆるウォッカのオレンジジュース割りですよね。あれは、ウォッカが2割ぐらい入れて、で、残り全部バーってオレンジで注ぐから、だいたい果汁が 80% ぐらいになるんですよね。だから美味しいんですよ。これはやっぱり炭酸水でオレンジを割っちゃってるわけだ。オレンジジュースを割っちゃってるわけだから。結構やっぱりオレンジのうまさっていうか、オレンジ自体が、そこまで味が濃くないから、やっぱどうしても薄くなっちゃうんだろうね。レモンとかに比べると。レモンとかライムとかさ、グレープフルーツは味が濃いからあれなんだけどさ。オレンジはどうにも割っちゃうと、どうにも弱くなっちゃうよね。それはもう仕方ないと思う。なんで、多分一番、これは微妙ですね。コク絞りの中だと一番なんか味微妙だわ。正直あんまうまくない。コクも別にないし、なんか薄いオレンジジュースみたいな。で、別に甘みもないし、で、香りも別にないしって。三段活用のまずさ。これはまずいね。これは二度と買いませんね。2222です。ご視聴ありがとうございました。